先発山崎福也と石川でした。1回の表ワンアウトランナー2、3塁とマリンズチャンス、バッターレアード当たり良くなかったんですが、まあ、これはちょっとしょうがないかなっていうところです。うまく打たれたなっていうところでいいんじゃないですかね、はい。レアード先制タイムリーヒット、1点を先取したマリンズ。1回の裏ツーアウトランナーなし、スタメン復帰の紅林はレフトフライでした。昨日ベンチを外れましたが今日帰ってきてくれました。2回の裏ワンアウトランナー1、3塁、バッター T 岡田。2月の末の千葉での決戦は逆転スリーランを石川から打っていたんですが、ここは抑えられました。そして石川に強い伏見もセカンドフライ、このチャンス逃したの大きいですね。そうですね、この流れ嫌な感じが3回表引きずられます。ツーアウト一塁二塁、これはレフトエチェバリア、タイムリーヒット2点目。満塁となってツーアウト満塁で藤岡、また三遊間抜ける4点目入ります。ピッチャーこの後で山崎達也から計鈴木に変わります。山崎は2回3分の2 49球5失点で交代、あと田村押し出しフォアボールで5点目を取ったマリンズです。5回の表は岡がチャンスにタイムリーヒット、6点目です。6回の裏石川好投を続けるシーンが出てきます。1番の福田キャッチャーファールフライ、2番の宗サードファールフライ、3番の紅林センターフライ、三者凡退、得点がありませんでした。8回に入ります。投げ続ける石川、先頭の T 岡田サードゴロ、新ピッチャーゴロ、途中からこの凡打が多くなりましたね。やっぱチェンジアップにね、本当こうタイミングが合ってないなっていう感じですね。そうですね、シンカーですかね、シンカーですね、はい、ライダーをしたレフトフライでした。9回表近江がマウンドに上がりました。先頭中村ツーベースヒット、ライン際いっぱいいっぱいでした。マーティンにヒットが出ます。昨日今日と初安打マーティン、2、3塁でバッター三木です。これが三木自身今シーズンの初安打、2点タイムリーツーベースヒットになりました。8点目、8対0、近江が打たれました。9回です。しかし9回の裏完封狙ってマウンドに上がった石川にツーアウトの後3番の紅林、センターの前に落ちるヒット、ランナー1人置いて4番の杉本に打順が回りました。いや、これなかなか難しい球ですよ。そうですね、高さもそうですね、これホームランゾーンに軽く届きました。石川が少し首をかしげる、そんなホームラン31号ツーランホームランで8対2。しかしもや打ち上げてファーストフライ、これで3アウト、試合終了。石川完封を逃しましたが完投勝利、9回97球被安打6三振1つ無四球で2失点、完投勝利を飾りました。勝ち石川。